はい、今回はバレンタインチョコをなぜ学校に持ってきてはいけないのかという内容についてですね、えー、お伝えしていこうと思います。えー、今回もよろしくお願いいたします。まあ、あのー 本日ですね、えー、バレンタインっていう、まあ、あの、イベントの日でしたね。で、僕は、あの、昔から、あの、バレンタインっていう、まあ、あの、イベントが、まあ、苦手なんですよ。まあ、チョコレートを、えー、もらうことがほとんどないんでね、えーこう、チョコレートをもらえないと、なんかこう、なんて言うんでしょう、自分にね、えー、なんかどことなく、あの、後ろ、後ろめたさを <laughs> 持ちながら、ん、とか思ってね、で、まあ、ちょっと人間が歪んでるなと自分で思うんですけど、別に、あの、お正月だけあればいいんじゃないのかなっていうね、まあ、そういう、なんか、ね、えー バレンタインというイベントに、まあ、乗っかることができずっていうことを思って、まあ、過ごしていたんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、違うのを調べていたら、まあ、面白いかなと思ったことをちょっと今回お伝えしていこうと思います。 バレンタインチョコをなぜ学校に持ってきてはいけないのかっていうことが話題になっていたみたいなんですがこれっていうのはまあ学校によるんでしょうけどまあ拘束学校の、まあ、ルール高速だからっていうこととかと思うんですが、まあ、それとは別に SNS に投稿をしていた、まあ、ちょっとまあ面白いっていうか、まあ、こういったところがまあちょっとまあ人間らしいのかなっていうところともとも取れるんですが。 まあ教師がです、ね、発言したことのが投稿されていですそれがまあちょっと注目されてるんですが学校にチョコを持ってきてはいけない理由についてですね、まあ、この教師が言ったことが。 ん、まあ、くせえんだよっていうことを言っ,たっていいううここととを言たなんですねでなんでかというと、あの生徒、指導主任、教頭、校長に報告して、えーまあ、どんなように、まあ、あの指導していたのかっていうのを問われて、まあ、親にも電話をして、で結局、そのバレンタインの,あの帰るのは夜の8時とかね、バレンタイン,ン,タインぐらい早く帰らせろと、まあ、教師が言ったとっいう、えー、話に、まあ、生徒が全員して、まああ、生徒が全員納得して笑っていたっていう話なんでね。 まあ確かにね、えーまあ、生徒側教師側、まあ、見るあの視点が変わるんですけど、まあ、教師としてはね、えー、バレンタインにこう 8時まで残業するっていうのもね、でまあ、教師っていうのも結婚してね、えー、嫁と子供がいるかもしれないんで、実は家に早く帰りたいなと教師も思ってるかもしれないんですが、まあ、あまあのそういうことになると、あと、まあ、調べていて、えー、思ったんですが、僕はそこんなことは、まあ、思ったことはあんまっていうか、ほとんどなくわからないんですが、まあ、学校っていうことなんでね、こういう、まあ、バレンタインっていうイベントになると、あのチョコレートを食べたゴミとかが、まあ、多くなるっていうことなんで、まあね、こういうイベントを楽しむのはいいんじゃないかと思うんですけど、まあ ゴミぐらいちゃんと片付けた方がいいんじゃないかなとか思ったりとか僕全然思ったことなくて皆さんこれ思ったことある方いらっしゃるかもしれないんですがあのまあ ああのまあ、若い方が作るそういったチョコレートを食べてもし万が一お腹を壊したらどうするのかっていうのを思う人もいるらしいんですよ。いちいちこんなことまで考えるんだなとかって思ってなんかちょっとそれもそれでちょっと僕いろいろ思ったんですけどで実際これあのこういった意見を書かれる方があいらっしゃるんですがまあ,あ若い方あね焼酎、えー、ぐらいの方の、えー、手作りのチョコとかクッキーって、えー、ちょっと不安だなお腹壊しそうでって、えー、とか言ってるんですけどいやそんなことみて だ思うんだって僕は全く思っとないですけどねというかそ,ろそ,そもそもそういうなんかバレンタインとかっていうイベントに、えーまあ、そういうのがないんでねまあせいぜい、えー、ま義、あ、理チョコをもらったぐらい、えー、なんですけどでそんな僕もあの大人になって中年になったんですけど今日あのバレンタインだったんで。 職場にあの、まあ、女性の方がいらっしゃるんでね、まあ、別に僕はそういうのは全然あの正直期待してないというか、まあ、期待してないんですけど、職場の女性の人が、まあ、僕より年上の方がですね、えー、ま義、あ、理チョコっていうことを言ってくれたんですよ。まあ 言う前になんかな何度もなんかあのギ,ギリだからみたいなこと言ってね別にあのいいんですけど気,気使わなくてっていうふうに思ってたんですけどそしたらそのギリチョコをくれた時にあなんか半分ニヤッと笑ってねあの来月お返し期待してるからねとかってね 何なのかなってちょっと思いましたからね、うん。まあ、あの、ちょっとそういうなんかバレンタインとかっていうイベントはいいなとかって思うんですけど、なんかその何度もあの、まあ、ギリみたいなことを言われてね、<laughs> そこまで別に言われて、そんなギリとかも別にあいいじゃないですか。で、しかもその、ね、1ヶ月後に、あの、お返し期待してるねって、なんかその、うっすら笑って言われるって、うん、なんかちょっとやっぱり <laughs>、やっぱりね、こういうイベントで、光り輝く人と、ね、全く、 あの隠れて、そういうのであの、あやかれない人って、僕は全然、全くあやかれない側なんですけど、なんかちょっと何なんだろうなって思った、まあ、あ愚痴でしたっていうことで、<laughs> す,すいません、えー。まあ、こういうイベントとかね、やっぱあの、あれですよね、見方によって全然変わりますよね。楽しいと思う人もいれば、まあ、あの楽しくないと思う人もいる。えー、楽しもうと思っても楽しめない人もいるし、その教師はね、残業するとか、まあ、あいろいろあるんだなと、まあ、ちょっと思ったっていうことで、えーまあ、特に、えー、何もない話だったんで、 ちょっと思ったことをお伝えしてみました、えー。今回はここで終わりです。いつも聞いていただいて、えー、ありがとうございます。失礼いたします。